このままスタートしていいきたいと思うぞよろしく頼むのじゃ人狼ゲーム正体を隠す人狼陣営と人狼を探す村人陣営に分かれ話し合いを行い人狼を見つけ出すこのゲーム今回の羊飼い K が引いた役職は強「狂人」。 人狼に味方する村人、強人の勝利条件は人狼陣営の勝利しかし誰が人狼かわからない状態でゲームが開始するため連携が難しい配役一体どのようなゲームになるのだろうかでは始めていきましょう初日の議論時間は9分間ですどうぞおはようございますおはようございますおはようございますおおーよしよし 何か。ないのか。早かった日に知らなくて済むわ。嫌だな。言ってほしかった。高田さん、な腹いんですかいや、なんでもです。ごめんなさい。どうぞどうぞ。ああ、いやいや。なんか、はい。作戦とかないのであれば、やってみたいことがあって、西へからの、絶対反対されるものが何かいたらもうやめるんじゃけど、絆りで、少し発言した後に、 絆リレーを、うんまあ、3分間ぐらい話した後にしたいなって思うんだけれども。やろうやろう。<請>いいよ。命を大事に作戦ですね。一応、絆リレー、はい、簡単にだけ説明してもらっていいですか。うん、はい、えー。絆リレーは、まあ、霊媒、今回の場合は霊媒を基軸に、えー、自分が狼じゃないなって思うものを一人ずつ選んでいく。それを続けることで、最後に残った3人からあの投票先を選びたいなと。そういう形じゃ。 指導、えーね、リレーみたいな形ですかね。ねそうじゃね。あで、なんか一つ気になったのが、柿さんの対抗を出てほしいっていうりんネさんの心境がどういう形なのかな、ね。ちょっと痛いなところがあるからじゃね。これはあまり要素なので。<laughs> <laughs> その1個質問は3人残すのに理由ってあるんですか、うん、なんか、まあ、そこからどのような行動が見られるのかっていうのをちょっと見てみたいっていうのがある。うん、なるほど。え、リンさんって最初からその作戦したいと思ってました思っておりましたわ。であれば、 加きさんの対抗が出た場合ってさ、基本霊媒ローラーかなと思うから、僕、あんまりかみ合わないかなと思っちゃったんで、本当にその真剣せので、その場合は出さないんじゃないちゃんと凛々さんは確認してから作戦の提案したから、確てあなるほどね。だからあんなに確認してたってると思うとりあえずやってみません、とりあえず。いや、今のこの話の続きでいいと思いますよ。3分くらいで指定し始めるんですよね。なんで、全然今の会話、続けていいんじゃないですか。 1点だけ、ね、まあ最終的に誰が決めるあカきさんが決める感じでいい、うん、最初にてんまあいいそういう話ですよね。了解あごめん、話聞いてなかった。すみません。えめちゃめちゃ喋ったぞ <laughs> 選ばんわ。K さんって、りんりさんに対してなんかゴリゴリごめんなさい、聞き取れなかったんだけど、なんかごちゃごちゃ。 なんかちょっとちょろっとおっしゃったのって、人間さんに対する割と白印象って感じになってます、あれって。あ違います。高田さん、お腹痛いんですかって言はあそうなんだ。はい、すみません。それだけです。お腹痛いんですか痛くない。全く痛くない。さんって今何考えてますか何を考えている誰が白いかを考えています。あの最初にじゃあ話を質問変えるんですけど、笑ってたのは何の笑いですか 高田さんがすごいガンギマリしてた顔してたからです。ガンギマリしてた顔って結構クルヨスとかになるんじゃないですか全然なんないです。なんないはい、なんないです。俺の顔の方が面白かったと思うからちょっとマイナスかな。おまさんも笑ってましたしね。魚さんの方で笑ってました。メガネでめっちゃリングライト反射してんなと思って。全然笑ってました。 なるほど。まあ、基準決まんなさなら僕、猫ちってミオさんあげますよ。わかるわかるわかる。ああ、わかる。わかる。なんかね、最初の作戦の一発目の提案が、なんかもう、それを促進させようとする欲をすごい感じた。それをそれてあ、どうぞ。俺あげるのはリンニさんだけど、まあ、時点でミオさんかなと思った。うん。なんか、のんびりやってことはもったいない思っちゃうから。基準ってキさんからじゃないの いや、もうあと5分で結構遅いなと思ったから。私が出した方がいいってことじゃ。まあ、かららもってでも反対じゃなかったらもう進めるのも一個手だと思いますよ。あ、もう進めちゃうよ。え、じゃあ、指定は、え、かきさんから最初に指定ていいと思うよ。かからはいいと思うよ。普通に。え、もう指定していいよ。白い人指定すればいいんでしょ。そうじゃよ。気持ち悪くなったら。うん、ごまさんで。ごまン2さんで。 えっと、美緒ちゃんでじゃああ羊会計さんはいじゃあえっとマイマイさんでうんんさかなさんでえっうめけんさかなさんでお ちょうど3人じゃないですかあ、そうあれ慎太郎、慎太郎、カラスマ、ハイブリじゃないこれで。うん。あそっか、工藤さんで3人ですね、残り。なるほどね。最後、高田さんが工藤丸さん選んだってことはい。あオッケーオッケー。はい。なんで、作戦上は、ここから。うん。慎太郎さん、ハイブリさん、カラスマさん。投票対象でいいよね。なつまりじゃ。うん、プラスない方がいいと思う。 まあぶ,まあ、ぶらさなくていいんですけど正直なんか前半位置が臭いなと思ってたんでめっちゃわかる美代さんの白はなんとなく、まあ、まだ理解できたんですけど、うん、リンさんの白は全く理解ができなかったんであごんリンまさんが選んだのはなんか魚さんに対して選ばんわって言ったのが、うん、自分が選ばれる前提の話をしてるから白いかなと思ってました僕はそのマイマイさん周辺のお話が聞いてみたいそのマイマイさんを選んだ人とマイマイさんが魚さんを選んだ理由 <あ>なんかマイマイさん選んだ人マイマイさん選んだのは単純に除外したくない人たちを除いた結果、マイマイさんしか残らなかったから。ん<ー>なんか、魚さん自ら怪しくなりにいってんな、人狼っぽくないなって、まあ、教授あったとしても一家で選べました。わかんなかったんで、私もカラスマさんと一緒で、リンネさん、ゴモさんらへんの人間は全くわかんなかったから、適当です、正直。あじゃあ、マイマイ視点は魚、うん、魚 以上に白い人はいなかったっていう解釈でいい。でいなかったです。いないです。はい、前々目線、魚さんが怪しすぎるから、人狼ないんじゃないかっていう理論だよ、ね。いや、違います。あの初動の軽さ。なんか、なんて言ったかもう忘れちゃったんですけど。これ、何でしたっけ。 3人残った人がそれぞれどっちに入れたいかっていうの言っていきません。私、今だったらハイブリさんによってます投票する側、僕は慎太郎君。僕はハイブリさん。ただ、正直3人と面白いかなって思ってる、ぶっちゃけ。理由だけ一応述べておくと、リンネ様へのツッコミがリンネ様へのヘイトを向けた行為かなっていうことだけ。烏丸、うん、君に関してはほぼ喋ってないから、精査不能。結構喋ってますけど。 <laughs> いい <laughs> ごめん、あんまり印象が悪い印象もいい印象もなかった <laughs> まあ、僕はそのン間さん、別に怪しいとは思ってないんですけど、そこまで強く、別に白いとも思ってないから、金マさんとの方が意見が合うかなってぐらい、でも、基本的にはどっちも人間かなっていうのはある、こうなった以上はね、なんか三郎がつながってそうだなっていうのはあって、正直でもね、まい、うん、魚のとこを気になったところは、慎太郎君と共感する、僕もそこの話は聞きたかったから。さんっって誰ししあげましたっけ 梅けん梅けんさんかで高田さん工藤さんか二人疑ってる人いるけど今言わないです俺もいるうえ同じ言っちゃいましょう俺はもうねこの人は人外じゃないかなって思ってる人いるけど言いませんええ何には含まれてないから言ってますでもぶらさない方がいいよねそうぶらさないほうがいいって感じいやだからまいまいが聞きたいって言うからぶらさないでっていうの 強く言ってる。ゴマちゃんが人外だと。わかるほぼ人外だと思った。もうどうしてもな。だから僕理由まで聞いてみたいな。言うんだたら理由聞かせてくれるいですよ。え、ごま慎太郎が一番人外一かなと思ったのと、ゴマ魚のロ老老はまずないなと思った。えっと、夜議論中に2人で3人顔合わせしてるんだったら、リングライトの件を言わないと思ってるから、そこもないと思ってるし、って感じかな。消去法。 人えっとね、あと喋り出すタイミング的に、コマちゃんの位置めっちゃ人外かなーって思っちゃったかな。あと、それ、自転、慎太郎だから普通に俺ら慎太郎に投票する。へ慎、えー、<laughs> 太郎さんか。かなさまあと、コマ魚だけはないと。はい リングライトの件で笑ってたリングライト、角度だ、角度だ、上向かないと無理だから、リングライト。上向かないと無理だから、これ。それでは、時間となりました。自由投票になりますので、投票したい方から教えてください。じゃら多分、起点になった3人のうちがいいんで、カラスも投票します。お投票じゃあ、変わらずハイブリッドさんです。 まあ、慎太郎さんに関しては、2つ考えていたことが、えっと、カラスマハイブリにオオカミいなさそうってなったときに、仮にハイブリさん、まあ、私自身だとハイブリさんで黒が出たときに、慎太郎さんがどう思考変わるのかなって考えたときに、なんか人狼だったらそんなめんどくさいスケールを出さないかなと思ったので、もちろんなんかヘイト回避のためでもあると思うんですけど、ヘイト回避だったらカラスマハイブリにオオカミいそうって言った方がいいと思ってるんで。 誰だったら慎太郎ささんんがしろかなと思いまますすに投票これも議論で言ってた通おり、まあ、作戦やるなら僕はさっさと始めた方がいいかなと思ってたのでえっとなんか長引くようにリネさんにつかかったかながちょっと引っかかった点とあと全然話きれなかった魚この2人にはもし自分が選ばれたとしたら選ばないだろうなと思っていたので。 そこで、えっ、ー、と、マイマイが選んだことに関して聞いたことだけは慎太郎くんの、あ、共感、手できるところだけど、まあ、烏丸君と比べたら慎太郎くんかなっていうだけです。以上です。はい。慎太郎さん。慎太郎を投票します。投票は早瀬さんに入れます。うん、まあ、正直、議論聞いて、あんまり怪しい人は正直いないっすね。ここが怪しいっていう一番まあ、書道連勝いいなと思ったのが、みおさんと工藤丸さんぐらい。 多分、ミオさんって梅ンさんの表情精査から思考を話してほしいって言ったのが、まあ、梅ンさんの精査をしようとした人物で、それを真っ先に評価した小田村さんの印象が良かったってぐらいかな。それ以外はなんかあんま、まあこの3人つっていい感じに進めていけばいいってぐらいかな。はい。では、ケイさん。はい。えー、太郎くんに入れます。新太郎くんが黒だった時に自分の白要素になりそうだからです。よいしょ。高田さん。はい。 投票は慎太郎にします。初日は自分は喋り出しのタイミングが人外っぽい人が人外と思うようにしてるので、ごま慎太郎。一番は絶対ごまちゃん。村人だったら意味のないタイミングに喋る必要性がないと思っているので、なんだったら別に無言でもいいと思っているから、<laughs> 怖い<な>自分が人外の時意味のないタイミングで自分の城稼ぎのために意味のない会話をするから、<laughs> その感じが現れたのはごま慎太郎かなって感じでした。 いやでも、慎太郎くん釣られると思うんだよな。工藤投票します。カラスマ日記を入れて、できたらでいいんですけど、みおさんとりんねさんと梅健さん、怪しい人がいたら名前を挙げてほしいのと、あプラスでごまさんに対する印象があったら追加でお願いします。あ僕はね、ごまさん白目で見てるよ。いや梅健さんどうぞ。 はい、ハイブリさんに投票します。ハイ,ハイブリさんの慎太郎さん投票理由で、まあ、作戦を加得し,しようとした魚慎太郎っていうところにマイナス評価っていうのはわからなくもないけど、うん、ハイブリさんがこう考えてなかったら申し訳ないんだけど、その場合って、まあ、猫月美桜さんだったり、まあ、霊能の進行遅いなって感じたら僕だったり、のプラス点ってなかったのかなっていうので、本当にそう思ってたんかなっていう疑問が一点あるぐらい。ごまさんはわかんない。 はい。は投票入れます。さんどうぞはい。10番のカラスマさんに投票を入れます。まあ、白リレーしてる中で一番気になったのは、マイマイさんとさかなさんのところっていうのが分かるからっていうのが一番なんですけど、うん、まあ、なんか高田さんから言われた喋り出しのタイミングって言われたんですけど、うん、まあ、で、工藤さんが、えっと、リンさんと美おさんかなって言ったことに分かるって言って、 たの自発的に言った以外は、振られたときしか喋ってないから、だからそれだけでほぼ人外っていうのはどうなんやろうと思ってます。<あ>はい、人外いっぱ、はい <laughs> これ、マイマイさん、さグレー三白だったら人狼なんだな、シンタさんに投票します。まず、慎太郎さんがリンネさんとの矛盾点をついたところで、慎太郎さんとリンネさんの労働がないと思った上で、 その選ぼうとしてる点っていうのを白に拾ったごまさんのことをめちゃくちゃ怪しんでいるのと、さかなさんは確か選ばんはって、リンネさんに言われた経歴があったのにもかかわらず、その後、怪しまれているにもかかわらず、何も発さなかった点が白いなと思った。慎太郎さん、ハイブリさん、ごまさんを疑ってます。では、ミオさんいきますか。ハイブリさんも疑ってんだわ、ミオさん。じゃあ、ごめんなさい。 悩んでたんですけど占い師です噛まれるかもしれないと思ったんで言います、はい、でカラスマさん白出てるんで投票これ以上しないでくださいで黒丸さんの反応にそれに返すとまあ、カラスマさん白が見えてるので今のところまあ投票は慎太郎さんに入れておきますで高田健史さんは若干白かなというふうに思っていて私は琳寧さんのは怪しい方に入ってますねっていうぐらいですマ、はい、さんはフラットです サカさん、はいはい、投票しますね。占い語るピリットなくなったなえー、ハイブリッドセンサーに投票します。えー、っとね、俺、疑ってたもう一人の人物は、みおさんです。えー、っと、なんでかっていうと、更新されて、最初白いと思っていた、 誰かを選ぶときに悩みに悩んで質疑書きをポロッと上げてるから、なんでそんな悩んでるんだろうなっていうので、えー、っと、疑ったっていうところです。で、ごまさんを疑った理由は、りんネさんが俺に対しての触れ方の時に、りんネさんの、えー、っと、選ばないっていうのが自分が選ばれる前提の話をしてるって、それって人狼要素にもなり得るから、それを人間をその拾ったのが怪しいと思ったっていう点。以上。残り2票です。はい。リンネ様。えー、っと、 ハイブリさんにそこまで怪しみ要素は持ってないんだけれども、一回票を並べようと思っている。ハイブリさんに投票を行う。心情的には、えー、慎太郎殿の、えー、我々の、まうん、引っかかりが、我々的にはこの作戦と思考は矛盾しているものではないと思っていたので、そこに対して真っ先にフォローを入れてくれた次回、慶殿を白目に現状は見ている。うんうん その他の情報はまだ分かっていなくて、うん、まあ返答を返しておくと、困られるのをどう見るかっていうところなんじゃけども、現状、怪しみのほうが高いと思っている。最終票、柿さんです。はい、えー、じゃあ、慎太郎に投票します。まあ、理由は、えーと、高田さんが言ってたマさん怪しい理論がめちゃくちゃしっくりきたんで、えー、高田さんは村だと思ってるので、高田さん信じて、高田さんが怪しんでた慎太郎に投票してみようかなって感じですね。人りだな こんなとでもいいと思うよそれでは本日処刑となるのは5番慎太郎さんです <laughs> ミュートを解除して遺言をお願いしますはいまあ村人ですそうだなまあみおさん白いかなと思ってたんだけどいい占い師をして発言と投票は若干微妙かなと思ったんで三沢一応対抗がいればやろうべきかなって感じまあ倫理さんを怪しむ側だったら一応倫理慎太郎ライン切れとか その場合、まやまやさんがそれを否定しているとか、なんか、それの思考がままなかったんで、投票と CO からは結構怪しくなったかなって感じ。まあ、その場合、僕、カラスマさんは面白いかなって思ったんだけど、ただ、ミオさんがオオカミだった場合は、カラスマさんで結構囲ったなっていうのはある。ってぐらい。あとはそうだな。まあ、気になったのは、高田さんとかの発言、意味がない発言は村人はするべきないっていう発言ぐらいか。それだったら多分、推理ができなくなると思うから。ここは、倫理さんがその、 霊媒一仕様になったから、じゃあこの作戦しますって、その順番だったら分かったんだけど、そもそもその作戦をしたいと思ってるんだったら、霊媒二仕様になってほしくないんじゃないかなと思うから、じゃあ対抗を出てほしくないって思うんじゃないかなと思ったんで、そこの矛盾かなって思って、倫理さんを精査するために振ったんで、これが意味ないって言ったら、じゃあ推理できないから。僕は高田さんはあんまり白くは見えてないって感じです。まあ、僕の白を見て、村が多分スケールが進むんで、みおさんが一角したら負けたなと思ってます。はい、以上です。 はい、ね、ありがとうございますそれでは慎太郎さんが処刑され恐ろしい夜がやってまいります皆様ミュートとビデオの停止をお願いします投票時間中自分が占い師だと猫月美穂さんが名乗り出る狂人の羊飼い系は猫月美穂さんが人狼か占い師がわからない状態だまた本日追放された慎太郎くん慎太郎くんが追放された要因を作った羊飼い系は村人が追放できたなとしめしめしていた 果たして追放された慎太郎くんの正体は村人かそれとも人狼だったのだろうか2日目の議論が始まる本日死体となって発見された方8番猫月美桜さんでしたではミュートとビデオのオフをお願いいたします2日目議論時間は8分ですそれではどうぞおはようございますえっときょ巨人襲撃起きてます占い師です 初日、マイマイさん、白、2日目、工藤丸さん、白。マイマイ、白、工藤丸、白。はい、お告げがマイマイさん。で、占いが工藤さん。なるほど。なるほど。で、レとゲッカは、慎太郎黒です。おー、マジで強いしんたろう黒だから、高田さんはめちゃくちゃ白いし、あと、あの。面白くないまあ、占いしたけど。白いです。白いかも。 で、黒いなって思ったのが、リンネ様で、あの、シ太郎5票をハイブリさん4票になってた時に、ハイブリさんに入れたのが、シンタつーられたくないのかなって感じしたし、で、高田さんが怪しいんでたグさんも怪しいと思う。レンネさんのやつは違うと思うよ。違う。うん。シンタローさんだったらまあ決定票にはなっちゃうから。うんうん、どうじゃよ。いやー、そう。まあ、カキさんにはなれたったんじゃない。うん。うん、一応、あのも,もあれっぽ,、ね、あ<の>っぽいよね。白っぽいよね。あ、白っぽいよね。思う思う まあ、二択でハイブリさんに投票してるんで、なんとも言えないですけど。審査<や>が苦労しちゃったあしまった、ごめん、うん、ただ、なんか、ミオさんが死んだとして、ケイさんが前回だったら、ミオさん残したままで、なんか、ミオさんのツッコミどころって結構、初日の占い,占い師としてだったらあったから、わざわざ襲撃するんだとは思ってます。うん 新、えー、太郎殿の昨日の発言から、正直、なんか3人の中から投票したくないっていう発言から、ワンチャン、絆リレー残った中に二人郎いるんじゃねえかなって現状、ちょっと思ってる。その場合、つながり得るのは、まあでも、カラスマさん、確かにね、白もらって、ミオちゃん、でも、ハイブルさん、ちょっとわからん、ごめん、わからんわ。ちょ、えっと、こああれさ、まあ、ごめん、<あ>どうぞ。さかなさんって誰と票した あ俺はハイブリさんで、今日は、えっと、その、柿さんとか他の人たちも全員同意を得たいんだけど、今日はまあ、その要は、七人太郎に投票しない中から投票していいよでっていうのを聞いてほしかったかな。カラスマサカナは占いはいいんじゃない処理的には。それ以外の曲で。今俺に投票したのが、新太郎、カラスマ魚梅ナ、もう一人が最後、リン様かな。とりあえず、新太郎さんに入れてない人が。 うん、名前を挙げればいいっても。工藤さんに入れた、あ、違う、工藤さんには、烏丸さんに入れた人もいるだろうか。はい。梅賢、ごま、はい、工藤さん、白崎。<っ>えー、リンゲも、えー、入れてないです、慎太郎さんに。はい、ハイブリさん入れてます。で、うん、魚もハイブリさん同様です、うん。なんかね、K さん、新視点に1回立った時に、まあ、高田さん、白く見てて。 で、烏丸さんの漂白髪を一回追わないときに前々工藤丸白残り4人に二郎高田さんの魚ごまのリングライト事件を二郎なさそうって考えたら、うん、魚さんって猫月美よ、うん、さんは怪しんでるのに僕の白をあげたのってなんでですか梅犬が僕は猫月美よさん一番最初に人間っぽ思ってたのに、ね、あ梅犬が単体で人間だと思ったからそのね猫月美よさんとのつながりとか関係なしに、うん、えっとなんだっけどっかの発言はすごく良かって。 それで人間かなって思ったから選んだって感じ。ま、なんかちょっとそれが怪しく見えてたから、なんか実践計算心の場合は、魚さん人論の時にハイブリさんコマさんないなら魚輪廻だから結構簡単になってるから、もう一個の猫月さん心視点をめっちゃ考えてるって感じになってる。覚えてたら教えてほしいんですけど、猫月さんって誰を指定してましたっけ、そのリレーで。ーさ,んーさんですね、うんあ。じゃあカラスマさん選ばなかったんですね。あ、俺はね、それが偽物要素だと思っちゃってた。うん、うん。それだけ。 だから、まあ普通に噛まなくていいよねっていう話をしてました、うん、最初。でも偽物だったら、なんであンタイミングで使用したんですかね。強 <laughs> 人で噛まれきれないんじゃないああそう、そうか、なるほど。まあでも、結構3人の中だったら、し慎太郎さんの最後残ったところに繋がれるのは烏丸さんかなと思ってたから、この紙は烏丸さんの人狼を見えにくくはしてるなとはちょっと思ってる。まあ今日を制するべきではないとは分かってる。 りねさんって何パーぐらい本当は追ってるんですかカラスマの黒結構追ってるそあそうなんだうんぐらい不自然だと思ってるこの、まあ、そういう言い方ですよねそれってだって僕が占えば処理できるんでりねさんとりあえず今日は、うん、はい、うん、ごまさんどう今 いや、なんか、慎太郎さん黒から高田さんが白ってなると、まあ、ゴマ視点は高田さんに乗っかってゴマは怪しいって言った中に、人ンいるだろうなと思ってたから、リネ様とマイマイさんが怪しいなと思ってたんですけど、ま、ミオさんが占いだったとしたら、変なことしてるだっていうのは思ってたから、計算<お>が支援ってなるとマイマイさんが白になるから、リネさんがゴマの方はヒットになってる。坂野さんは白いと思ってます。別の様子で白いと思ってる。 さかさんは美穂さんが占い出た後に多分投票で美穂さんは怪しいって言って噛むと思ってないんでさかさんは白いかなと思ってます結構リンネって慎太郎殿と繋がりえないかなと思っていてこの作戦に対して意図を唱えて最後まで結構、うん、執着して我々に指摘を入れてるのが慎太郎様だからでそこに対して止めに入って羊飼い系でも我々は評価していて結構慎太様を殺すような投稿をリンネはしている結果的にまあ一応。 あの今日の釣り先なんですけど、うん、まあ別に単体で黒いところいたらそれでいいんですけど、計算軸じゃないで、ミオさん軸で黒い位置で釣るべきだと思ってますよ。あ,あんま変わんないと思うけどね。まあ、変わドないは軸変わんなくて、マイマイ工藤に特段怪しい理由っていうのが、<laughs> ただ、まあ、ちょっと駒さんの考察がそれによってたかなと思ったんでそうそうそうあまあ、マイマイさんが入るかどうかぐらいです、は。うん、私、4票名神太郎さんに。そうなんですよね。うん、一応、あと、ハイブリさんって入ってますよね。 俺、喋っていいなら喋りたかったけど、なんか入らなさそうと思ったし、俺は一応、慎太郎君投票で、慎太郎君の怪しい理由を言っていて、あと、昨日の梅犬からのアンサーで言うなら、梅犬より、筆辱会、圭君の方が議論を、じゃあ、このまま進めましょうって言ってたところが印象良かったから、圭君が印象いいっていう評価だった。ただ、時間がなかったから言ってなかっただけ。梅犬とみよさんに関して評価が悪いっていうわけじゃないけど、印象的にはそっちのほうが良かったっていう形でした。なるほどね。うん どっちかっていうと、初日に上がったのは、慎太郎くんと魚。それは言ってた通り。ただ、ビビたるもの。今、現状は、ケイくんの方の印象が良くて、マイマイは怪しんでたけど、ケイくんの印象が良い,いから、マイマイもしろかなっていう結論に至ってる。俺、今日ね、林二さんには登用する気があまりないです。うん。ありがたい。 誰が死にそうですか。なんかその人が多分喋った方がいいと思う。それにハイブリさんの、えー、なんていうんだろう立場でケイさん心っというと死にそうだなと思ったから、うん、それをどう考えるかですね。ま、俺の城アピをするなら再三投票位置変えないでおこうねって言ってた。でその行動を取ってたつもり。マイマイが誰か検視の。 疑い先気になるって言っても、いや、投票先、ここから変えないでねって言ってたつもり。確かに、うさんくさいぐらい言ってた、確かに。で、3人で、キャハスマ君からも、慎太郎君からも、僕って言われてる状況で、変えないでねって言ってたし、僕は慎太郎君から一切変えてない。あのー、梅県を疑ってる人っています梅<県>うん、了解です。俺もあんまそこまで疑ってないんだけど、だったら、たぶんもう問い、投票集まるうちは、たぶん、僕の中では2択です。明言した方がいいんじゃないですか。たぶんその間に。ごまさん魚、ごまさん魚。 わかるわかる、うん。でも、魚さんはやめてほしいんですよね、だったら。<laughs> で,では、ごまさんが社会されていた<っ>だければ。全然今日ごまでいいかなと思ってます。ごまさんは悪いと思うんです、その方が。ごまさんは誰が嫌い,い,い,いん、えーえー、ごまさんは誰が怪しいんー、まあ、慎太郎さんの発言から、投票集まった中にはいるんだろうなと思ってて、カラスマさんよりにちょっとごまは見えている。で、ケイさんが死んだと思ってるんですけど、 やっぱ、ごま、ごまに言ってきた中にいると思うんですよね。時間となります。投票になります。ごまさん、はい。まあ、ごまは輪様に投票は入れます。魚さんが単体白いと思ってる。で、黒丸さんも白いと思ってる。ケイさんが死んだと思ったら、まいまいさんも白になり。うーん、やっぱり高田さんに乗った人にごまはいると思ってるから。消去法になっちゃうんですけど、輪廻様かなって思っちゃってるんですよね。 うーんなんでリンネ様に入れますが、<laughs> まあ、新太郎さんで黒ラついてるし、今日はごまが処刑されるのが一番悪いなと思ってます。では続いて、お<い>さんおまさんに登用します。えっとね、俺が梅犬をちょっとね、疑いに挙げてるのは、実施点でのみ、今日塗られた感があるからですね。自分が人間だと知っているから、梅犬が人狼だった場合に処刑したいのって、多分魚からのはず。 だと俺自を思っちゃうのね。そっちの方が、ごまさんって多分濡れる位置だから、占い位置も飛ぶだろうし。だから、梅犬が、俺の中では、今日は怪しく見えたんだけど、まあ、問い集まらないと思ってるから、まあ、ごまさんでいいかなという感じです。凛々さんはね、今日、猫好き美桜を偽軸で置いて、カラスマを人狼軸での推理は、今日出さなくていいかなと思ってるから、人間だと思ったって感じです。以上。 魚に投資します。魚に投資します。ごまさんと魚で比べたときに、ごまさんの方が共感するポイントが多い。えっと、ケイ君のシーンだと思ってるけど、まあ、今言うが、僕視点はあまり印象が良くなく、理由としては、魚を、まあ、絆リレーで白あげた理由で言うと、僕、全く喋ってなくて、魚が白くなった理由って、怪しまれたと喋ってなくてっていう理由だったら、ね、僕とかも入ってくると思うんだけど、確認したけど、それでも魚が一番白いって言ったところが、僕は納得できなかったからだけ。うん。 でもまあ、それここに共感してるから、ゴマさんのよりか魚の方に投票したい。以上です。烏丸さん、はい。投票、じゃあどうしようかな。ゴマさんに投票します。まあ、K さんの初日の行動を占い師として考えたときに、慎太郎さんが黒だったら自分白くなれるっていうのが、占い師として出てくる発言なのかなっていうのが若干引っかかってるところはずっとあります。その上で、K さんの印象がいいっていうところで、占い師としてじゃなくて、なんか、 人としてとかグレーとして印象がいいそのままイコール計算しんっていうのがちょっと納得がいってないので結構警戒してます。計算は偽スだったら狼だと思います。はいでは<あ>リンメ様先にどうぞ。はい、えー、ごま殿に投票したい。ごま殿が昨日言っていた我らがつられ懸念がないのが、えー、村人なんじゃないかっていうのが。 坂根さんが言ってた両面性は取れると思っていて五摩視点我々が役職持ちだっていう思考が述べるのであれば一定数納得がいくと思っていたがその発言が今回なかったし思ってるように思えなかったのでなんか一貫して怪しいと思ってしまった五摩のに投票じゃ,じゃあ舞舞さんどうぞはいハイブリさんに投票しますえっ坂、と、根さんが一番白っぽいっていう言い方をしてたら申し訳ないんですけど選んだ理由を述べた後 まででその後に慎太郎さんとハイブリさんって投票対象になっているからそもそもハイブリさんに関してはた何も触れていないし慎太郎さんとハイブリさんが投票軸になっているので相互投票でも別にそれはしろくないと思う点ともしごまさんが人狼だった時にめちゃくちゃ安全なところに、まあ、ウルフいるんだろうなって思えたから今日ごまさんよりもまあ違うところが気になったって感じですね。カラスマささんんとか梅健さん、はい さかなさんに投票します。議論中言ったとおり、計算真だったら割と魚リンネかなと思ったけど、リンネさんと慎太郎さんがあんまり人労同士に見えてなく、あの身内切りをした場合、僕は慎太郎さんは絶対回避をして、少なくとも多少は黒くなるべきかなと思うから、リンネさんが言い方に見えてないのに、計算真視点どうなってんだろうって考えて、猫月さん真視点で考えても、まいまいさん、工藤さんは分かんないけど、そしたらグレーから単体制裁になるのに、どの道さかなさんに僕はなってしまう。はい、タ<と> 投投票しますゴマさんに投票ししまますすに慎太く君軸で考えてた時に投票集まってる4人で見たら、林根さんってなんか結構変なツッコミを慎太く君にされていた人間であって、あれが相方同士のあんまり見えんところと、そのツッコミの補助をハイブリさんと僕結構同タイミングぐらいでしたぐらいの認識があって、そのあたりが慎太く君から LINE が切れてるだろうで林根さん、ハイブリさんを除いて、まあ、疑いの集まっているゴマさんの方に投票しました。 高田さん、失礼します。<laughs> 投票はごマさんにします。かまあ落とす理由は村でも今日かなって思いました。うん。 村は普通にある。これが黒とね、全員釣っちゃうかもしれない。し俺の意見が強すぎたから、多分残ってると絶対村だったら負けなので、<laughs> 村でも今日落とすべきだと思って投票してます。かだから別に黒とか白とか明日以降は考えるつもりがない。どっちもある前提でいこうかなと思ってます。はい。うん、黒投票します。意見票で魚さんに投票で。 えっとね、高田さんとメケンさん初日から共感の色が僕の中で強く、まあ、ハイブリさんはさっき言ったけど、まあ、計算シーンで見てるっていうと結構釣り候補、まあ実際投票入ってないけど、なんか釣られに行ってる感じがしたのが若干加点、僕の中で。で、慎太郎君が初日狼で釣れてるんですよね。で、結果白だった占い師候補の美桜さん噛んでる狼が、これだけニンネさんとかゴマさんみたいに軸がぶれた発言しないと思うから、消去法で魚さん狼かなと思ってます。 最終表柿ささんんですす、はいえー、じゃあごまさんに投票します、えー、ただ、ごまさんは自分の釣りを飲む発言してたんで、もしかしたら黒、人外だとしても、強、まあ、人もあるのかなって思うんで、その場合は、えっ、ー、と、みおさんが死んで、ケイさんが黒とかも全然あると思うんで、そこは怖いですね。はい。まあ、そんなとこで。 それで,では本日11番ごまさんが処刑となります。遺言をお願いします。はい、まあ、ごまが釣りを飲んだのはさっき高田さんも言ってたんですけど、まあ、慎太郎さんで黒が見えた以上、ごまって絶対に狼から塗られる位置になるので、今日落ちるべきだと思いました。ので、釣りを飲んでます。うーん、K さんは、ごまはあ、 西だったら狂人だと思います。タ太郎さんという黒が連れていて、ミオさんを噛めたんだったら、狼だったら出なくていいと思ってるんで、ケイさんもあって狂人だと思ってるし、どちらかというと真に見てます。うーん、難しいな結構そのタ太郎さんと人間さんの狼じゃない人もわかるので、まあとは託すしかないかなって感じはしてますが、5は梅剣さんが一番気になってはいます。位置としては。はい。頑張ってください。以上です。 はい、ありがとうございます。それでは、マさんが処刑され、恐ろしい夜がやってまいります。では、皆様、ビデオの停止をお願いします。お願いです人狼じゃないでくださいお願いしますちょっと、やばい、やばい、やばい人狼、人狼全員釣り殺してるかもしれません。どうしよう、どうしよう全力で動揺する狂人の羊会系。勝利条件は人狼が生存すること。当然、羊会系の行動は愚の骨頂ともよえる。現在の状況を整理する。 占い師だと名乗り出た猫月美代さんが襲撃されたことで、狂人の羊飼い系は真の占い師が死亡したことが分かった。しかし、霊能者の柿さんの能力で、慎太郎君が人狼というのも同時に知る。幸い、人狼の処刑に貢献した羊飼い系は、人狼ではなさそうという印象を与えることができたため、本物の占い師のふりをして、会議の混乱を狙う。ここで羊飼い系が狙うのは、人狼に対して、占い師の能力で村人だったと告げること。 現在、マイマイさん、工藤丸さんの二人に村人と告げることができた。この二人に人狼がいることに望みをかけ、村人に自分が本物の占い師だと信じ込ませる作戦を立てる。果たして人狼に村人と告げることができているのか、そして村人たちに信頼してもらえるのだろうか。二日目の夜が明けるア。アイゴンバッサンしろアイゴンバッサンしろそれでは朝になりました。<laughs> 生存者の方々は、みんな祈っててくれ祈れ祈れ それでは朝になり、本日死体となって発見された方4番、柿さんでした3日目、議論時間は7分間です。どうぞ。カラ,カラスマさん、白です。角白です。うん、カラスマ、白<お>。で、1黒釣れてるって現状になってるんで、グレー詰めですよね。多分今日、僕釣りは焦らずに行きますよね。うんうん いいと思うよ、うん、それでいいと思うよ。どこ、うん、釣るかめっちゃむずいんだよな、今日って。現状、魚目線でのお互いじゃ、梅メハイブリです。梅メケは昨日言った通り。うん、ハイブリさんはちょっと、なんとなく消去法。ちょっと。鼻できていいごめんね。どうしても困ったら言ってください。失礼します。はい。まあ、多分 グレーの中でも剣士は触らないと思っているので、うん、魚、輪廻、梅犬ハイブリの4択でいいと思ってて個人的には輪廻様は結構俺は白目かなと思ってるから、うんうん、梅犬ハイブリ、魚の3択梅犬魚だったら昨日も投票してるのもあって魚の方が僕は釣りたいなと思ってるうん。一緒。いかどう<具>それだったら輪廻さんがカラスマ革新になった後の考察は 最低限行ってほしいなって、どっかのタイミングでお願いします。わ、はい、かりました。ね、えー。ちょっと一回考えまとめますあ。全然ゆっくりでいいと思いますよ。よ<え>さんのスケール聞きたいかな、むしろ俺は。ああ<ー>、三で連れて。え、ね、<う>え。コマさんで連れてるだろうなと思ってます。<え>あと一郎どこだろうなぐらいで悩んでます。えー、別にハイブリさんの白って、まあ慎太郎くんから引っ張ってきたものだしハイブリさんが三人で。 あの投票ぶらさないようにしようって言ったけど、霊媒結果なんて絶対残るから、別にそれは白要素にならんなとは思ってるから、ハイブレさんをどしろか見ていない、他の人よりは慎太郎君と切れてると思ってるっていう認識です、うん、いいと思う、僕自身は初日の絆リレーで役職があぶり出されるのが嫌やったので、自身は役職何もない人間もう、もう僕は言っていいと思うから言うけど、何もない人間だから、うん、僕が残った状態で、まあ、最悪僕が辛いともいいと思っていた、初日だから。 だから3人で残るように3人からぶらさないようにを心がけてるたまたま慎太郎君が人狼だっただけだか魚さんから新しいやつ欲しいね俺このままだったら魚さん行くし魚さんが俺怪しいって言ったよ素何一つ納得いってないから村人が推理を述べたらそれは誰かに塗ってしまうことに絶対になるんでそれを黒要素として捉えられるのはちょっと僕からしたら。 あ俺はね、今日は昨日からの段階でシンプルで、<laughs> 質疑会系が真だった場合において、工藤丸白、前々白が当たっていて、烏丸、片白、まあ、今日う、確証になってるんだけど、で高田健者は投票で白い。うん、ってなると、林根さんは昨日の段階で、烏丸を人狼だと塗っていて、二子次妙は強人だと主張している人狼だった場合のスケールにおいて、今日カラ烏丸、みゆきぐるなのだったら確証になる可能性がたらになるじゃん。みお、うん、さんが偽物、みおさんが偽物だと思ってる人狼が収益するパターンね。 で、出会計は今日占った場合、確証になるから、ん、ま、り、あ、さんの発言次第なんだけど、昨日の段階ではそれが人間の考察に見えていたって感じ。魚さんは今日人狼だと疑っている人間の思考に見えていて、だから基本的に消去法で梅犬オワハイブリの二択だよ、俺の目線はね。だけど、梅犬の疑い要素は昨日の段階でそれ言った通りが全てです。俺の目線はね。まあ、納得できないのはしょうがないと。ああ、それを人狼要素と取るなら魚さん、人狼でいいかな。僕が言ってる要素って魚さんと全く同じことなので、 K さんを死んでおいたときの視点を僕は話しただけね。K さんを死んでおいたときに、マイマイクドーマルが外れる。で、高田さんの意見を書いたときに、えー、魚ごまの二郎がなさそう。僕視点リンネ、魚、高田さん白軸で置いたとき、リンネ、魚、ごま、ハイブリの4人の中に人狼が2人と考えたら、魚、ごまに、えー、っと人狼が2匹いないのであれば、単体で怪しかった魚さん、人狼とした場合に見のスケールってさ、うん、質疑関係偽物にならない、うん あだから僕は言った通り、うん、計算視点だと僕は割と完成してるから、猫付き三振視点の考え方をしているっていうふうに言ったのにもかかわらず、魚さんは塗られているっていうふうになんか表現をしてるんだよね。まあいい、まあいい。ここもうちょっと会話したいんだけど、ごめんね、魚さんからそれのアンサーなん今 消去法で梅犬って言ったやつも、僕もその弾き方をすると、消去法で魚さん。かつて魚さんは猫月さん怪しいって言ったのに、僕は猫月さんを白いって最初に言った、僕を白で白リリーで上げてるから、その違和感を感じるのは普通だよね、僕もラットであ。ごめん、昨日の段階では烏丸人狼あるなと思ってたから、猫月目の狂人があるなと思ってたから、林梨さんにも共感してる、うん。だからそれを黒要素として僕にのあの言ってくるんだった,、うん、だったら、魚さん自身はそれ自身の黒要素だよっていう。一回止めていいですか林梨、えっと、さんの考えはまとまりました、うん はい、えっ、ー、と、えー、ハイブリさんを、えー、白だと思いました。梅県魚の中にどっちか一人路を置いて、<laughs> 現状、魚さんの方だと思っています。あ、ごまさん人間だと思ってるって思考、うん、か。うかそうですね。昨日の遺言がまあまあ刺さってると思っている。前々さんは何か喋りたいことがある、えっと、私が魚さんに投票しなかった理由って、決して白くはない、昨日に関しては。なんだけど、確か。 ミオさんがカミングアウトした後に実は疑ってる人ミオさんだったんですよって言った記憶があって言ってますよねさかなさんって。うそ言っててそれでいて噛む構図っていうのがなんか矛盾を感じる例えばそれを言ったんだったら占われるリスクで噛む場合はあるんだけどだとしたらそれをわざわざ言わなくてもいいしかも終盤でミオさんに刺したこの発言の行動との矛盾発言との矛盾で人狼には思えない神先とだから私は避けていたっていうところがあるんですけど そうですねゴマさんが白だった場合には、大いには黒の位置にはなっちゃうかなっていう、ね。魚さん怪しく見えてるから、うん、これ、俺のイチャモンとして捉えてほしいんだけど、シンプルに一角の占いの語彙を外して髪抜いたっていう思考には何で至らないのもう一回言ってください。一角の占い師が一、うん、人しか出てない状態の人を怪しいって言って、語彙、うん、を外させて髪抜いた人狼にはなぜ至らないのかわ<え>からない。 いや結どうぞどうぞ。えっと現状、ミオさんのデカさっていうのは、民意的にぽくないっていうのが、全体的な意見だと思っていた。前がさ、ん僕の白だからごめんね。あの、人狼3人いるから、別に、その魚さんだけで決めてるわけじゃないもん。あ、シアクのさ、テイクのスケールってどこに人狼なの基本、えっと、落ちてる。ゴマさんで落ちてる場合、ゴマ梅県だと思ってます。ゴマさんで落ちてない場合は、魚さんが人狼候補。 リンレイさんとハイブリさんは売らないいいかなと思ってます。高田さんは多分最終まで売らないあ。それでいいと思うよ。うん、なんでもう僕はだいぶ完成しています、ずっと。なんなら巨人襲撃した段階で超楽だと思ってます。ケイ<あ>、うん、君目線はね、うん、超楽。魚ごまは絶対ロらしてあげると思この表決まってます皆さん。うん決まってますね。な、うん、<わ>れでは、うん、なんだけど。 時間となりましたので <laughs> 投票を始めていきます。梅賢さん。はい。まあ、すべての理由は言いました。魚さんに投票します。まあ、マイマイさんの言ってた紙に関してはあの、それでお前すげえイチャモンつけるじゃんってのは分かる。イチャモンだから。これは魚さんが怪しく見えてるから、そういう考え方もあるよねっていう、マイマイさんにそういう思考もちょっとは持ってほしいっていう。魚さんを白ロックされたときに後に危ないかもしれないからっていうだけ。で、そうね。 うん計算が偽だから、工藤さんもちょっと発言欲しいところになってきたね。はい、まあ投票しようかな。かかえっとね、ハイブリッドセンサーに投用するんですけど。 あのね、なんでかっていうと、これね、投票履歴上はハイブリッんは白いかもしれないけど、結果的に決戦投票じゃない投票対象に上がってる段階で、投票をぶらすなって言ってる構図が、梅犬ハイブリッの二郎はないなって、俺は思ってるのね。あの、梅犬がうさんくさいっていう発言をしていたことから、多分ハイブリッんの意見って、そんなに、えっ、ー、と、なんだろう、白っぽい意見としては認し、ニュアンスを認識しないと思うから、梅犬ハイブリッ二郎はないと思ってるんだけど、単体だと、俺の目線はね、ハイブリッんが結構怪しく見えちゃうの。以上。 入れときます。じゃあ梅健さん、魚さんに僕投票しますよ。僕新占い師です。えっと行動指針だけ言っとくと、今日魚さん処刑でえっと占いが林根さん、えー。次の日林根、えー、さんが白だった時は梅健さん釣りハイブリさん占いまでを見ております。という形で今のところ考えています。はい、うん。林根様。 ま、決めておりましたので、さかなさんに投票します。梅犬ハイブリの時って、梅犬さんって結構リあの、絆リレーの時に、後半位置に位置していて、相方の人狼が2人とも残ってる状態で、あと2人しか助からない、中、か高田さんを救うっていう構図が、やっぱ梅犬ハイブリには見えないし、慎太郎ともなんか微妙に、微妙いなぁと思っている。 まだ思考はまとまりきれないけれども、絆理論を一旦もう一回考えつつ、考察していきたいが、ごまさんつったので、魚さんつるのは静着だと思っている。以上じゃ。アイブリさんはい、魚に投票します。なんか、魚に疑われた理由が、僕は具体的に分からなかったので、答えがようがないんですが、なので、推理だけ述べておくと、基本的に K 君を死んだとは思っているんですが、猫月さんが死の時には、一応、 カミリウはリンネ様にあるかな猫月さんが最後に疑ってたのがリンネ様だからその場合は僕は個人的に疑い疑いを向けられ続けているのでマイマイがちょっとどうしても安いのでマイマイリンネ様とかがあって魚が村人かなっていう懸念はちょっとだけは持ってますが基本経営をするんだといまだに思っているので魚その次梅犬とかかなっていう考えが持ってます以上です君になれお願いだ連れてくれ桜さんマイマーさんがまだ投票を持っているので残り4票になるかと思います うん、じゃあ投票しますか。高田さん投票は魚に入れます今日の議論で気になったのは林根さん。ハイブリを白で置いた場合でかつ猫つきみよって偽だよねっていう民意を受け入れてるいて羊飼い系の城先や舞動カラスマ各城まで落ちてるから林根の視点ってもう結構ガン詰まりしてちゃって。 ってると思うけどっていう感じですか、ね、残り票ですすか残り票工藤投票でさかなさんに入れるんですけど、まあ、結構ほぼほぼ同感だったな。えっとリンネさんの思考更新が一番今日見たかったわけで僕はその場合に梅犬さんとさかなさんのやり取りの長さを見て梅犬さかなに一郎でハイブリさんが 白いと思うから、梅軒魚に一郎。うん。ハイブリさんの白揚げが雑だった気はするから、あんまり納得いってないっていうのがわりと思ってた。ケイさんがしたニーネさんに何出すか楽しみですね。まいまいさん。はい、えー、投票します。うんと、ハイブリさんに投票をします。 えっと、魚さんはまあ処刑されるのでまあ黒だったらその通りでまあ私はケイさんの意見を借りて本物だと思ってるからおまさんが人狼だと思ってるとすると多分魚さんは人狼じゃないと思ってる護衛外しというか意見が出たけれどもだとしてもその発言いるっていう発言に私は聞こえていたただしそれは平等に見たいと今日思えたうんまあ最終的に白要素が一番私の中ではどうしても少ないのでハイブリッジさんに投票します 最終票カラスマさんです。対象魚さんにします。まあ魚さんにまあ、誰もなんか待ったら魚さんにして私が届さおうかなと思ってたんでまあお胸いいかなとは思いますが、基本的に計算を全面的に信用はしていないです。まあ下襲撃されている可能性も高いですが。 結構今日の今日は重いと思っていて、魚さんで釣れなかった場合で、圭さ,、えー、さんが死んで、梅、え、圭、ー、さん、ハイブリさんにオオカミがいた場合は、かなりきついと思っていますが、まいさん、工藤さんが、羊飼圭さん死んだら、白なので、そのままグレーを釣りきれる。まあ、釣りきれはしないのか。うん、死んでみる見えますかね。まあい,いやそれで,では、本日処刑となるのは3番、魚さんです。遺言をお願いいたします。 はい羊飼、えーまあ、い系の会オの狼はね、僕も追っています。強人はないと思ってるんだけど、人狼はあり得るとは思ってるから、まあ、明日それは判断すればいいかなと思っていて、えっ、ー、とやっぱりハイブリさんが怪しいですね。ハイブリさん目線って、羊飼い系新宿だったら、えー、と魚梅県、独身貴族林廻の中に人狼構図で、ゴマさんは昨日、えっ、ー、と処刑を飲んでる人物なんだけど、結果的にゴマさんって人間だった場合、俺を人間だと思ってるっていう思考だから、結局、 なんか、ハイブリッドさんか俺を釣りたい人物にしか見えなかったっていうのが正直な感想です。林根さんに関してはまああると思う、今日の投票はね。だから思考が結構巡り巡ってるから、林根さんがどこを人狼だと思ってるのかが、結構その日その日になんか投票しやすい人に投票してるイメージがあるから、結構今日は疑わしく見えたって感じ。うーん、まあでも筆跡形式だったらそれはそれで分かりやすいからいいんだけどっていう感じですね。 うんまあ、正直、独身貴族リンで、梅犬ハイブリッドの中に騎士がいたらいいなと思うんだけど、基本的にハイブリッドサウナそうだから、何ともなって感じ。他に騎士がいたらいいなって感じです。僕<や>は騎士ではないので。では、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。3> 3すそれでは、魚さん処刑され恐ろしい夜やってまいります。皆様、ビデオの止をお願いします。不安な言葉をもらいながらも、なんとか村人っぽい魚さんを追放することに成功。あんな満面の笑みをする人道がいるわけがないと信じたいところだ。 すでに人狼・慎太郎くんが追放されている現状で、現在生存している人狼の数は最大でも2匹。ゲームが終了していなかったため、最低でも1匹が生存していることが確定している。ここで、羊飼い系の取る作戦はこうだ。人狼候補である工藤丸・マイマイに村人と告げ、自分の信用を獲得するため、烏マみゆきへの村人宣言をしている現在。明日も誰かを占ったと嘘をつかなければならない。リンネさんは羊飼い系は村人っぽいと感じているが、 他の村人たちから怪しまれている模様。ここは強気のリンネさんは人狼だったと宣告。詳細はこうだ。人狼だというだけではとどまらず、羊飼い系が持つ抜群の演技力を使ってドラマティックに人狼だと宣告する。その演技力に感化されたリンネさんはその空気に飲まれ、羊飼い系とバトルを始めるはず。 盛大なドラマを議論中にすることによって、目立ち、人道っぽいハイブリッド戦産、梅犬んにスポットライトを当てないようにする作戦だ。果たして羊会系のドラマティック力は通用するのだろうか。今日も夜が明ける本日、死体となって発見された方、10番、烏丸さんでした。4日目、議論時間は6分です、どうぞ。リンデ様りマイクミュートあ、オッケーオッケー リンネ様、占いました。まさか、主催者に人狼が紛れてるとは思わなかったな。リンネ様。えあなたは人狼です。うん。多分だけど、終わりそう。すごいな髪見たいから、計算つってもいいですか <laughs> あ、全然いいっすよ。全然いいっすよ。はい でも、しんぽい。めっちゃしんぽいと思ってるけど、しんねさん来る。いや、それだったら俺の2日目の考察、ちょっと完璧すぎる気がするんだよな。銀ね魚見ろでも、ごさんサんねさんってあるのかなわかるから、魚さんかもしれない。俺はその場合、魚にね、そうだよね。そうしたら、そうなうちょっと、苦労たれてるので、反応させてもらいたいんだけど、魚んね、の時に、ごまツりの流れで、魚さんに票を向けなくて、わざ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 魚さんを釣る行動しなくて、いい わざわざライン,あのラインつないでライン切って何がしたいんじゃっていう感じなじんだけど、魚輪の時にあんまりにも、なんから新様とのつながりからもつながり得ないと思うんだけどな、今落ちていると思われている人狼とわらはつながり得ないと思っている。そうですな。だから新太郎君は占い使用して回避しなかった。なぜなら倫理様とのライン切りが。 もうすでに成立していたからじゃないんですか、リネさ、ま、<laughs> なんかそんなふうにやればやるほどうさんくさくなるけど。<laughs> <laughs> ちょっとね、たぶん、たるかなと思ってるんで。<laughs> まあなんかネコ、猫き、ね、ミオさんがカラスマで囲えてなかった、次占われそうなのはリネさまやったから、普通に来るありそうとは思うけど、紙考察でも。占いから神対話うーん。まあ、計算、神教のどっちかだとは思うけど、オオカミは見てないから、どうなんだろうね。 計算して、一応、魚さんかマさんで、落ちてる想定ですよね、今日、まあ。落ちてる想定だし、<で>落ちてなかったとしても勝てる。最悪、釣りは飲めるんですよね、今日。あまあ、そうですね、2名はあるから、林泰さん釣って、釣る、うん、まあ、あののだったらちなみに梅ンさんですよ、林泰さんで終わらなかった時梅ケン林泰で見えてますいや、あんまり見てないから、林泰さんで終わるって,思ってあ。あ、ってか、まずあと釣り名増えないから、狩り出ちゃえば。 いいいいなな誰がかまれてるあ、毎毎あ、毎毎なんだ。やっぱそうだけど、なんか。意味あるのか。めちゃくちゃおか。めめっちゃ俺、俺視ては結構ありがとう。われたから。なんか程よいところに。なるほどな。なおさら、ケイさんおかみなそうだけどね。俺の目。これは、これだ。リンネ様の線をリン様から出してもらえたら、ほうがいいんじゃないおいしいは でもな、狂人で、狂人でカラスマシロ作るのはさすがに、さすがにだと思うのよね。結果、九道丸殿に疑われてはいたけども、現状九道丸殿にあんまり疑いの目を見てなかったので、いや、ケイさん人狼だろうな。えっと、シ太郎ローケイさん、ラストオルフ一に。うわ、ラストオルフ一 なんかね、林根さんの考察って一旦遅い気がしてならなくて、うん、昨日ハイブリさんに白を置いたら羊飼い系の偽を機能ケアするべきだと思ったって言ってくれるから、陳老かもしれ,な,れ,れが何でなのかずっと気になってたんだよ、ね。先行の段階で片付い系のボク釣ボク釣れ。ハイブリシロを置いた時は考えなけどなんで考えないのがなんでなんだろうな。結構えっと魚を釣ったときに一郎落ちてると思っていてラストウルーチだと思っていて。 で、その中に、まあ、高田さんを再生させなきゃいけないと思っていたので、まあ、我々に静かに受け入れながあどう,う,う占うと宣言していたので、そこからの生産も別にいいなと思ってしまっていた。これ、ね客、客観的に見て、僕とリンネさんの二郎ってあると思いますあってないです。うんそのラインの情報って多分出てないと思うあらず。<に>いや、なんか何の情報入ってないってだけ。覚えてない、ごめん、覚えてないわ。 うん、特段多分、梅賢さんから林根さんに矢印飛んだことってないと思うし、2日目に魚さんと林根さんをグレーの中で2人名前挙げたぐらいかな。ね、まあでもその後林根さんの白上げはしてるからあれだけど。うん、ハイブリューメ魚が議論握ってたから、それ以外の位置って、まあ、高田さん含めてですけど、多分本当に置いてきぼりだったと思いますよ。うん あーこれ結構めんどくさいな。K さんつったーとしても、お前<ー>ねさんつられたれるだけになっちゃったから。リンさんつった後に俺がつられそうな気がするな。終わんなかった時きに<ー>あー。めんどくさいなー。どうしよう。え、K さんの偽を追ってくださる方、どのくらいいますか現状、リで全然疑っていなかったので、正直焦っております。リン様の考察の伸び次第じゃない <laughs> 多分僕が言うのも変やけどなんとなくだけど、リンネさんに言うと、K さんの本物かどうかよりレン、リンネさんの黒の方が多分みんなの頭の中にあるからこうなってるのかなっていうイメージ。要は、圭さんの誤爆すらあると思ってる人はいるかもしれない、もしかしたら。K さんの狂人はおそらくないと思っている。えー、占い、髪の毛の後に狂人占いしようと出てきて、さらには、まあ前々白だし、繋がっていない。えっとね ンネが村の時でも大丈夫だと思うよ羊飼い系が仮に強人だったとしても二郎落ちていて、えっと、フラットで最終日の考察に移るはずだから仮にンネが村羊飼い系が俺は人狼はないと思っているから人外の場合強人だ場合でも、うん、じゃあ最終日までは行くはずで多分そこがどっちかどっちってあんま今関係ない気がするというか。釣り飲んだ方がええっていうふうに言いたいのか 飲んでも多分大丈夫なはずだと思っちゃうけどな、えー、さか。かだって二郎残っ我々的には高田さんが人狼だったらちょっとまずいんじゃないまあでもそれも多分最終日になると思うからえ。では、時間となります。投票をお願いします。終わったらどうしようまあ僕は決まってるので、輪廻�様に一票を入れます。ハイブリさんを占います。おそらくこれで終わりだと思います。 村人の勝ちで終わりかもしれません。投票しますい。釣り飲めばいいのではないかって言われた。確かに、羊飼い経頸の狂人だと追えてなくて、一度落ちていて、わらはスパートに再生させたときに、羊飼い経とつながりうる。いや、どうなんじゃろう。ここおとなしく釣り飲んで再生さのた方がいいのかどうかわからないけれども、結構占い神業をミスっていたので、 考えがまとまりきってない。それはもうワンテープ遅れたわらわの嫌だけども、慎太郎殿とかわらわがつながりいるのかってとこを再生してほしい。アイブリさん。ん、えっとまあ、安定ならケイクなんだろうけど、ボックス点はかなりリンネ様が人狼になっているので、リンネ様に投票。懸念してたのがマイマイの、えっと、ケイク2世のと時のマイマイだけだったので、それがもう。 はじかれた、まあ、一応、烏丸君の棋士あるけど、まあ、ほぼはじかれたと僕は思っているから、リンネスマは投票にします高田さん、まあ、安倍で K さんに投票しますかね。で、リンネさんに言っておくと、この状態で、ま、リンネさんが村で、えっと、アスローラーされて負けパターンって、高田梅犬、えー、工藤ハイブリの中に二郎いて、羊飼い系が強人とか、まあ、今、三人外生存している状態、羊飼い系を含めて。 それだったら明日どこに二人街がいるかを提出すればそこと対抗っていう感じになるんじゃないですかね、多分梅健さん。はい。えっと、林根さんに投票します。圭さんの意見が強すぎて、林根さん、計算を釣っても林根さん、終わらなかったら最終日、絶対3だけで僕は釣られることになるので、僕は。 リンネさん釣り、K さん、僕占い、僕白が飛んだ場合は僕がハイブリさんとか高田さんを精査します。僕が黒飛んだ場合は僕最終日釣り飲むので明日の指定権を僕にください。と言っておきます。どう投票します。リンネさんに入れます。毎毎が士を下時点でリンネさんに入れると思ってました。紙見る理由なくなったんで、K さん釣ってました。リンネさん釣りになるぐらい、正直他の高田さん、梅健さん、ハイブリさんがどしろい。 未来が見えるのでそうなりました。僕視点は？はい、終票まいまいさんです。はい、投票します。輪廻さんに投票します。まあ、紙とかを見ても、今日の議論を聞いても、最後の最後の梅けさんのその主張を聞いても、最終的に一番釣りたいのが、今日リンネさんだった。うん。結論としては、輪廻さん、魚三神太郎さんだったのかなというところですね。k さんを信じ続けたいと今日思ってしまったので、輪廻さんに投票します。 それでは本日処刑となるのは一番独身貴族リンネ様です。それでは遺言をお願いします。警さんは偽物じゃよ。本当にやられましたわ。ええこのど,ど黒い羊がって感じなんじゃけれども、<laughs> 真面目に精査すると確かに警さ大亀塾通りにあのー。 ごまさん、坂田さんの時に一郎いないことないのかなと思うけど、でも、そうだったら、七字会の殿が人狼で我々に苦労をつべりとって、最終的に我々に言られたときに、七字会もするかみたいな流れになった時、すごいおいしくないから、微妙って現状思っちゃったなぁ。で、その時に、しめしめできる位置って言ったら、まあ、いや。うわぁ。まあ、ケイさんが、超人で、 死んでくれたら、今日じゃ人狼で最後のあがきをしてくれると信じています。いや、違うな。わからん。もう、パンクしそうじゃは、ただ偽物なので、確実に釣ってください。狼です。羊ではない。以上じゃ。はい、ありがとうございます。<laughs> 自白した。それでは、リン様が処刑され、恐ろしい夜がやってまいります。 では、皆様、ビデオのオフをお願いします。続いた続いた続いた見ぬちょっと待って続いた続いたよみんなセーフ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 セー,フセーフ大根演技がなぜか通り、リンネさんが追放された。占い師と語る羊会系が人狼といったリンネさん。そして村人と宣告した工藤丸さん。どちらかの結果が事実と違えば、人狼には羊会系が強人だと伝わっているはずだ。 夜が明け、人狼が2人生存していれば、人狼陣営の人数が村人陣営より多くなり勝利となる。一体どのような結果となるのだろうか、今日も夜が明ける。本日、死体となって発見された方、くど人狼だ6番、ね、マイマイさんでした。人狼であれよ。人狼であれよ。本当。では、皆様、ミュートの解除をお願いいたします。5日目、議論時間5分、どうぞ。一応、んでハイブリさん、シロです。梅犬さん、はい、今日、処刑かと思います。 高田さんは基本多分みんなから疑われてないと思うのであお、お<ー>あお、ハイブリさサンシでお願いしますハイブリさサンシでお願いしますよか,った <laughs> よかったよかったよ負けだよな負えたよた<ー>よかったよかった 心太郎くん黒って聞いたとき気も冷えたまじで <laughs> <laughs> よか<ー>。よっちは追ってねえなー。てか、梅軒よりも工藤くん追ってなかったな、俺。うん、いい潜伏、ほんと。いやー、ケイさん、よう信取ったな、あそこから。いやー、よかった <laughs> 黒。黒打つとこが、よう林根さんに黒打ってたな。いや、だってさ、もう、梅犬さんも怪しいし、林根さんも怪しいじゃん うん、一応ねあの、グレス系はあの梅県ハイブリの順でしたの、グレーは。一番黒いのがマイマイ工藤だったから初日から凝ったって感じですね。ああ、そうなんだ、はい。そ<う>一応、時短希望です。いやー、ハイブリさんで。全員の時短希望がもしあれば割愛しますが、はいよろ、はい、いいしいでしょうか。かしこまりました。はい、それでは投票もですね、あのそのまま一言ずつ言っていただければと思います。 お好きな方からどうぞ。ハイブリさん投票しますけど。ハイブリさん投票しますけ。はい、夢キャハイブリさん投票。はい。それではこちら割愛させていただきましょう。<laughs> 本日処刑となるのは12番 <laughs> ハイブリッドセンスさんです。あ、融合も何もないです。負けました。ごめん。うん、悔しい。<笑><笑>ということでハイブリさんが処刑され。 人狼と人間の数が同数になりました。人狼陣営の勝利です。おめでとうございます。やった。嬉しいなこれ。見せてください。嬉しいな。いや強。味方強すぎてさ。味方が強いわ。 させていただきます人狼三名が慎太郎さん梅健さん駆動丸さんのお三方そして狂人羊会計算でしたうえーいやーなぁよすぎマジですぎる5位やてによすぎはいでそして駆動丸さん苦労を見ておりました占い師4分のんアラーいかが悪かったですごめんなさいはい。そして霊媒師が柿さんです はい。そして、騎士が、まいまいさん。え、それ以外の方々、村人となっております。うんうん